どうもケプトです。さあ今回は成田空港到着ということで、ウィーン・プエルトリコ編、やばい、人生史上最大の旅。ウィーンの VCA っていう大会とプエルトリコのファーストアタックっていう大会に2週間ぐらい行くって感じですね。撮っていいですか？遅いな今からでも遅くないんじゃない？俺今日撮ったよ。やば。え？行きだけ撮ってた？そう、あのウィーンに行く飛行機だけ、片道だけ撮ってどうすっかなって今日決めた。高いなって思いながら。やば。だから配信もしてねえんだ。あ、今日？またしてるから。今日はやばかった。いくらしたの？この行ってこう帰ってくるで40万ぐらい。行くだけでさ、20万弱する。ウィーン？そうでしょ。そうだから20、あ、だったら比較的安くて10往復でしょ。それ往復で俺10、20、10って帰ってくる。あ、だから2つ海外行けるって思えばまあ割とプエルトリコの方がクソ高いの。そう、プエルトリコが高い。俺プエルトリコ最初ヨーロッパだと思ってたんだよ。だから行こうと思ってたんだけど全然違った。オーストリア、ウィーンに着きました。いやー楽しみだ。ウィーン経済大学をなぜか歩いて大聖堂とかがあるすごそうなところに向かっているところです。やばい、すごいいい雰囲気だ。これ何、今日平日だからなんか子供を相手にする気なくない子供が存在してない乗ろうとしてんのマジで。いいよ、俺撮ってあげるよいやいや絶対無理そんなんややべえ、動画として。いや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 、動画に映んねえからあんなにちっちゃかったらリアクションも。あの辺は平等ですね。ちょっと、ちゃんとしよう。え、ハンドボール部ハン、やばい。え？ケプトさんはハンドボール部です。それでいいんだ、さすがにね。はい、え、弱いんじゃない？え？もっと、いや、そうだ、あれだって。いや、違うんだ、俺、あの一山を制覇したらいいと思ってたんだよ。これ何？ペット？犬散歩みたいな。来たー、これ、街の電話。あー来てるわこれ。おお、馬車さちゃんとおお、急に来たね。これはすごい、馬車乗れるのか。
乗れんじゃね。でもどこに連れてかれるんだろう。ホテルまで連れてかれる。最高なんだけど。うわーでかー。すごい。うわうわすげえ。すごい。あんな前まで行っていいんだね。1ユーロ。あ、そのついてないろうそくに火をつけるだけなんだね。これはすごい。行きますか。こう座るんだね。これ何、うん、食べてみて。これ何、これ何だろう。これ何キャラって。いや違うね、何か分かんないの。分かんなくない。なんか刺激あるよ。こっちはうまい。レモン。うん。サラダが好き。ん？それは何ですか。カツレツです。非常に美味しい。え、見せるんだって。え、一回見せるんだ。うまい。今後一週間したい。コロナと死ぬことになるので、そう思って上手に上手にならないと。ディズニーランド一角みたいなね。暗くなってきた時の感じがめっちゃその感じ。お土産屋さん。そう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 。おはようございます。2日目。
移動を1日目とすると2日目、今日からもう早速大会始まるんで会場を迎えます。アパ飲みます。なんか物販とかも昨日外から見た感じちょっとちゃんある程度ありそうだったよね。なんかブースというかこういうのって自分の顔を見けながら歩くんじゃないということでね返事がないと思ったらそれを気にしてたそうです。いや、え？返事する場面あったでしょ。ないでしょ。あったでしょ。物販とかありそうだったよねって動画に語りかけで、ここが、この一角か。はい。で、こっちが配信台だ。何それ。美味しそうだ。美味しそう。この会場？いや、まだソラリーで配信だった。初戦。そう。でも初戦の相手 DQ で勝ち上がってきた人だから、まあ、ちょっと安心感ある。どうぞいやーちょっともう不甲斐なくディディとかの方が良かったかなとかすげえいろいろ考えちゃったわ。なんかダブルスのチームキャラランクって調べちゃった惜しいとこだったかなとか。村人は試合全然動かさない。クエルが弱いから。ただまずはめっちゃ欲しくなるわ。いいえ、もう遅いし。ということで今日予選終わりまして、今なんと大会に来ていた日本んハンガリー在住日本勢のお二人に今連れてきてもらいました。二人映っても大丈夫ですか。あ、大丈夫。名前だけもらっていいですか。ウマポンズです。ウマポンズさん。 YMD です。 YMD さん、ありがとうございます。まあ別に中でもどっちでも。あったか。まあちょっと赤いか。すごい。まあこれは黒の中でも何個かあるんだ種類が。そうらしいです。もう初めて。飲みましょう。乾杯。初戦負けしたけど1本取ったからめっちゃうまそう。形やば。うん、うまうまい。ではまた明日、はい、お疲れさんです。またすごい内装すごい可愛いな。遊園地みたいな遊園地みたいな電車だな。さあ朝ごはんです。ちょっと1日目の朝ごはん取り忘れたんですけど、取り忘れたっていうかね、カメラ持ってくるの忘れて、この食堂っぽいところに。これすごくない？チーズ、生ハムもあります。ソーセージです。
カリカリベーコン、この辺アメリカっぽいやつだね。いやパンがねうまかったな普通に。まあ、マフィンみたいな。はい、ということで撮っていきますか。朝だから天気もいいっすよ。おお、前向いた。おはようございます。それマフィン？わかんない、お菓子っぽいな。ということで一皿、昨日3皿食べてもうめちゃくちゃ苦しくなったんで反省して、まず一皿。美味しいです。達者でありがとう、いろいろ助かりました。またね。さあそろそろホテルに着きます。すごいっすよ。もうまあこれなんかあんま伝わんねんだよな、カメラ通すと。後で見てみたら意外とすごいもんなんでしょうか。あれだな、ホテルペンションアルピって名前だったんで、見えるかな、あの青い看板。おお、味あるな。これパセリマンと同じベッドのサイズじゃない？セミシングルじゃない？チェックイン完了。さあ今新しいホテルにチェックインして、
メガネをね、作りにちょっと賑わってるところに歩いてるところなんですけど、なんか途中でね、ウィーンの視聴者っていうところにを通りまして、建物すごいっす。さあ、これを通りまして20分ぐらい散歩してそのメガネ屋さんに向かいます。なんとかなるはず。屋さんにたどり着くまでの道中がもう楽しくてしょうがない。これやばいよ。今公園です。みんな日本人じゃないから堂々と喋ってられるのがいいな。いい天気、いい大自然。うわ、またいいすごくいいな。なんて読むか分からないです。あ、やばい。心が現れます。のどかだ。みんなベンチでおしゃべりしてる。素敵だ。これ何？なんかね、ドイツ語なんだよね、街に書いてある文字、言語が。英語の書いてある時もたまにあるんだけど、これなんだ、KK ホフバーガーシアターだ。へえ、シアターって映画館とかそういう意味なのかな。それともなんか芸術のほら街だからオペラとかそういうシアターかな。映画館じゃなそうだよな。すごいね。すごくない？何が起きてんの？おとぎ話じゃん。すごい。清掃中。これは何でしょう。すごい。駅前終電後の駅前みたいになってる。くっさうまくさ。終電後の駅前になってるわ。これはすごい。これ何なんだ。やばい。うわー、何すごい賢い。車をちゃんと待ってから。鐘の音も鳴っていて やばい、心が浄化されていく。来たー、見つけたー。これチェンワシャーみたいな。すげえ高そうに見えるけど大丈夫かな。シャネルとか書いてあるけどさあ見てください、メガネ屋さんに来ております。まあ日本と変わらんね。いや、ただ焦ったな。アルマーニとかレイバンとかさ書いてあるからやべえかなと思ったけど、レンズがなんだかんだ高そうだな。結構しそう。3万、4万ぐらい許容した方が良さそう。まあ、痛い出費ですけど、しゃあなしだし、まあおもろいんで、しゃあなし許容。さあ、なんとメガネが完成しました。早速ちょっとコンタクト外してつけます。どうも。
なんとサングラスもついてきたということで。多分ね、レンズがね、薄くする料金かけてないから目がちっちゃくなるんだけど、いいね、すっきりしてて髪がボサボサ。さ、今ね、もう観光してて帰り道なんだけど、もうほんとちょっと歩けば、あそこ面白そうで寄り道してたら、もうどんどん帰り遅くなって、今ようやくそろそろ帰るかっていう帰り道でスーパーに寄ってるんですけど、ね、誕生日っていうことでケーキでも買って帰ろうかなと思ったんですけど、まあ美味しそうじゃないんでね。あ、これザッハトルテだ。ザッハトルテはなんかね、ウィーン有名らしくて、ちょっと美味しいところで食べたいんで、それ今もうすでに買おうとしてるんですけど、生ハムとプロシュートとね、フルーツで今日はセルフパーティーしようかなということで。さあ、買い物も終わって帰り道、もう分かんない、これ後で見返したらさ、俺なんでもない景色になってたりするのかな。もうなんかちょっと暗くなってきて、またなんか雰囲気も変わって、なんかまた楽しいんだよな。もうなんか麻痺してんのかな。お、すごい、何もうさ、歩いてっともう、うわーっていうのがもう多すぎてさ、すごい、もうすぐ足止まっちゃうんだよね。だからもう全然20分ぐらい帰り道なんですけど、全然帰れない。どこもかしこも良くて。さあ、おはようございます。こちらウィーン10月4日僕の誕生日で、今朝です。ウィーンはザッハトルテが有名ということで、まあ誕生日なのもあって、今日はそのザッハトルテを自分のバースデーケーキ代わりに食べに行きまして、そこら辺のエリアを行こうかなと。今ホテルを出発して歩き出したところですね。さあ皆さん、何かお気づきでしょうか。ヨーロッパに似合う服を買っちゃったちょっとね、なんか洋風じゃないとなんか街に溶け込めなくて、写真とか撮ってもなんか様になんねえなと思って買っちゃった。洋風な男になった。さあ、これで気分も上々ということで、ちょっとね、ザッハトルテ先行こうか悩んだんだけど、いや、気分乗らせた上でザッハトルテ行った方がいいなと思って、まずはね、形から入ってザッハトルテに向かいます。ではこれだ、ホテルザッハのカフェだからこっちかな、この行列かな。あ、そうだ、並んでる、並んでみよう。さあ、次呼ばれます。 Please wait to be seated。 おお、このこんもりのホイップと一緒にね。うまっ。はい、あれは博物館です。で、こっちがこれ美術館らしくて、今ね21ユーロでチケット買えたんで、ちょっとこの博物館に遊び行ってみたいと思います。さあ、荷物預け終わったんで探検してみましょう。ボス戦？これからボス戦だ。これサイブがねすごいよね。
こういうとこから。うおすごい。うわぁ、この縦長のショーケースめちゃくちゃかっこいいな。この展示物これなんだけど、めっちゃ縦に余白あんの、これめちゃくちゃかっこいいな。いや、なんか展示がかっこいいな。物の凄さ全然わかんないんだけど、大満足です。めちゃめちゃ良かったな。アイス、まあ、帰り道なんですけど、なんかこのね、地元のお祭りみたいなフェスティバルやってるんで、なんかここでなんか食べていこうかなと。めっちゃいい匂いする。料理つないで。おお、パーフェクト。Thank you。おお。Thank you。おーソーセージやばいな、うまそう、うまそう。さあ食べましょう。いただきます。 BGM 最高か。すごいね、ソーセージだけだと思ったらこれパンとかもついてきてる。チーズです。アバダンゴ先生見てますか。ちゃんと料理を見せるようになりました。あ、うまっ、あ、うまい。雰囲気も最高だ。いい天気、人も賑わってるわ。やばい、今俺の旅は大成功している。めっちゃうまいこれ、うん、焼き目がめっちゃいい感じ。さあこのフェスティバル後にします。ソーセージめちゃくちゃうまかったな。いやー、ちょっとここおもろい、よっこよかったな。アバと来れたら暑かったな、ここ。この辺までは来たんですけどね。こっちかな。じゃあ帰りますかね。え、見て見て、公園に卓球ある、めっちゃいいな。はい、おお。Thank you. You're welcome. Have a nice day. はい、なんかこの帰り道だったんですけど、このかわいいお菓子屋さんで、なんか、2.3、違うな、まあ、なんか小銭が余ってたんで、もうね、ウィーン出ちゃうんで、小銭でなんか買えるチョコ買いました。食べます。マローニっていう、なんか、栗の形してんだけど、栗の味がするのかわからん。食べてみます。うん、すごい、めっちゃ栗、うわ、めっちゃ栗だ。
うまい。モンブラン食ってるみたい。なんかストリートみたいなところにいるんで、風景はこんな感じ。そろそろ夜もっていうか、そろそろ日も落ちてきて寒くなってくる頃なんで、宿戻りますかね。さあ現在2時半 Uber を待っています。チェックアウトしましたね。真っ暗っす。あ、来たかな。